前回までのあらすじ、太郎は家族と新幹線で甲州へ、そしたら新幹線内で群発頭痛に、吐き気が止まらない太郎は新幹線の中で大量のゲロ、小林太郎の無限嘔吐編になりましたが、無事甲州へ。甲州に着いた喜びで太郎の群発頭痛が治り、嬉しすぎてダンスをしながら発狂してたら現地の人に殺されかける。どうなる太郎、負けるなザムスト。はい、ということで、甲州のあの観光地みたいなところに来ましたということでね、桜が見えるんですよ。桜、桜、今咲き誇れ。ということで、桜があるということで、写真撮って、ここ、ここ写真撮って。はい。うん。フリーザ。うん。死になさい。ここでも撮っちゃおう。ここでも撮っちゃおう。ここでも撮っちゃおう。デスビーム。え、すごい、あそこのとこ、すごい。見に来い、ちょ、来い。来なさい。来なかったら殺しますよ。すごい、これデスビームってことで、このようにね、素晴らしい写真もいっぱい撮れたということで、いたずらしていい、デスビーム言うの、デスビーム、あ、フリーザ、ドラゴンボール、あ、いいね、おー、あ、アイムフリーザ、あ、デスビーム、あ、エヴァリティ、ギニュー、ギニュー、おー、お前らコミュ障と違って私小林太郎はコミュ強なので、中国でもう4人の友達ができたのだよ。まあ君たちもやればできるって、あははははははは。まあそれは置いといて、私小林太郎は今からお茶畑に行くのだよ。もちろん運転手はさっきトイレを教えてくれたトイレに来なのだよ。このトイレに来、運転がうますぎて絶頂したのだよ。はい、ということで、お茶畑に来ましたということでね、お茶畑に来たんです。ここはなんかお茶、ほらあそことかさ、お姉さんたちがお茶をして、おばはーんってことは、お茶とか飼ってるんですけど、こんな感じで飼ってるんですよ。俺のこと撮ってる、なんかめっちゃ俺のこと撮ってる、これ俺のこと撮ってるということで、すごいですよ、これとか、これ公園のこれ遊具、中国の公園の遊具があるんですよ、これ。うわなんだろうこれ。じゃあ行くよ行くよ行くよ。イエーイ、楽しいね。あ、イエーイ、最高ということで、以上小林翔太でしたということでね、中国の公演も楽しかったですということで、まあとりあえず行きましょう。すいません、皆さん何やってるんですか。これ何やってるんですか皆さん。みんな無視、お茶作る、お茶入り、ああ頑張れ。手のやつ。すごい。見る見る。はい、見るの。おお。おお、マイガー。ああ、これは違うね。普通の音とは違うね、これ確かに。香りじゃん。いいね。いい香りね。うん、これいいね。ここに有名でよく。これ違うね。私は一番有名のお茶です。じゃあ、これ、これ買います。150g は3000円。じゃあとりあえず、じゃあ 15g 買います。ということで、トイレ見つけたんで、すごい綺麗なトイレ発見ということで、いや助かりました。さっきね、トイレ見たんだけど、すっごい汚いトイレだったんで、トイレなのになんかもうそこら中にうんこ落ちてるんよ。なんか普通さ、ここにうんこするじゃん、じゃなくてここら辺にもうんこまみれみたいな。いや、ここではうんこできませんよということで、まあとりあえずね、きれいなトイレゲットということで、まあここでちょっとうんこさせていただきますということでね、はい、失礼します。はい、ということで、無事トイレを使わせてもらいましたということで、ありがとうございました。はい、ということで、このようにね、すごい、これ住宅街なんかな、わかんないんだけど、こんな感じでね、まあ俺何も悪いことしてないの、クラクションばっか鳴らしてさ、本当にさ、そうそう、ということで、次俺にさクラクションみたいに鳴らしてきたやつ、本当によ、サインサインっていうことで、覚えときよということで、まあ行きましょう。こことかすごくない、これ。ニハオ、はい、マイフレンズ。ダンスしたくなってきた、ダンスダンスダンスしたくなってきた。これ中国にいると俺なんすか、リュウイ村やばくない、リュウイ村だって
キモということで、こんな感じでね、またなんかあったら皆さんに教えていこうと思います。皆さん、その画面をずっとって舐め回しながら待っててくださいということで、行きましょう。お茶畑も十分楽しんだので、今からトイレに一度運転で中国の広州にある防空壕に行くみたいなのだよ。私小林太郎は歴史について本当に無知なので、間違ったことを言ってたらコメント欄で訂正してほしいのだよ。炎上回避なのだよ。ガハハハハハハ。ということで、私たち家族は中国広州にある防空壕に来ました。外には戦車があって、おーおーって思いました。あ、ごめん、君たちみたいなバカは防空壕が何か知らないと思うから説明してあげるよ。防空壕とは、空襲の時に退避するために地を掘って作った穴や構築物です。覚えとけよこのチッとも。こちらの防空壕は入場料300円かかるみたいです。君たちみたいな貧乏人からすると大金かもしれないけど、僕からしたらそんなことないので余裕で払いました。中に入ったら最初に壁がありました。この壁は爆弾も大丈夫だよみたいな爆弾何でも防ぎますよみたいな感じの、すごいごつい壁らしいですということでね、まあ、こんな感じですね。これなんかすごい牢屋みたいなんで、ここで過ごしてたのかな。なんかここが地下室ということで、なんか偉い人たちはここで過ごしてたみたいなことを聞いたんですけど、まあ真相はどうかわかんないんですけど、まあ、こんな感じですねということでみたいです。まっすぐ進むと謎のでかい機械がありました。これは空気清浄機らしいですということで、これでなんかこのね、部屋の空気を良くしたりとか、そういう感じのことをしてくれたらしいですということでね、らしいです。他にも兵隊たちが寝てた部屋や、国のトップの人たちの部屋や保健室がありました。お前らバカはの動画のおかげで少しは知識ついたんじゃないか。ありがたく思えようが、ははははは。はい、ということで、このようにね、修学旅行生がいたり、修学旅行生、これハロー、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 ハロー。2人に囲まれて、見る川っていうか池は本当に最高だなということで、これとか映して OK? ピクチャー OK? えーし先生登録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 。はい、ということで、ココナッツのなんかあったんで、食べマンコいだ、あ、ちょ、そういうのやめて。あ、こんな感じでプルンプルンということでね。あ、すごいプルンプルンだよということで、あ、プルンプルン、このプリンうまいね、ということで、